どうもー、ブヒケンです。今日のコードのオーナー様が取りに来るので、待ってるような状況です。まああと2時間ぐらいありますけどね。フォードさんが退院していきました、無事。そしてその後ね、ちょっと午前中もう一回磨いてみたんですよ。そしたら、わかるかな、映んねえか、3箇所ぐらいにね、なんか傷が入ってるんですよ、ダッシュのところに。気づかなかった。補修したのは向こう方で、まあ、その補修したところはつるんとなってるんですけど、それ以外のところですね、ちっちゃいね、ちっちゃいって言っても小指の第一関節ぐらいの長さの亀裂みたいのが入ってるんですね。コンパウンドがそこに入り込んで分かったんですけど、これ塗り直しですね。塗り直しだ、これ。よし、あ、ここに映るかな。あ、これです、これです、これが1個目ね。これか、これですね。これ全然ダメなんで、もうちょっとダッシュボードをもう一回塗り直しますよ。参っちゃうね。もうちょっとね、先にこれをやっつけてきます。当初の予定通りこんな感じでちょっと止めてみましたね。まあここから先が垂れ下がった布でこういうのがつくんで、まあ多分隠れるんで大丈夫だと思いますけど、ちょっと他の部分全部やってってみます。フロントから1本目2本目はなんとか簡単につけられましたけど、そこから後ろの部分ですね、全部あれですね、作り変えないとダメだな。やっぱ幅が全然違う。とりあえず元々の長さのやつをちょっとカットして、こっち側を引っ掛けるのように曲がってるので、こっちをカットして、微妙にここの曲げをちょっと、曲げの角度ですね、これをちょっとこう変えて取り付けていってみます。とりあえず今4本終わって、このど真ん中にももう1本入れなきゃなんないんですけど、こういうとことか内装屋さんどうやってやんのかな。これ絶対貼れねえやな。しかもリアの方は窓枠がないから切れっ端、天井の切れっ端を抑えるところがないですね。際で接着するしかないんだろうな、こういうのって。いや、これ内装屋さん手こずるぞ。よかった内装屋じゃなくて。なんとかこんな感じまで。一番最後のやつがなかなか合わなくてですね、こんな感じですね。よし、これにてヘッドライナーは完成。さて、いてててて、腰痛。もうダッシュボード塗り直しましょう。成形か、やり直しで。なんで、今からマスキングしていきます。はい、ミノムシにしました。あ、ドア忘れてた。よし、これで、もう一回ちょっとダッシュボード成形して、ちょっと色を入れ直しますよ。3箇所の傷をちょっと消しにかかりますね。疲れた、畜生。5時になっちまったよ、もう。